今年の査定忘れてた。よっしゃ、これを機会に軍の犬なんてやめちゃやめちゃ。どれ、私が軍に電話しといてやろう。やめてー。とりあえず軍に顔出さなきゃ。レポートどうすんのさ。行きの汽車の中ででっち上げる。気をつけて行っといで。はい、2、3日で帰ってこれると思います。あいつはいつもあんなに世話しないのか。そうなんです、あんな兄だからやっぱり誰かついてった方がいいですよね。じゃあ僕も行ってきます先生。逃げんな。お前は残って私と組みて。あ、またかよ。まだ傷口も塞がってないのに無茶すんなよ。イシュバールの武装は常に修練を。いいから顔拭け。客だよ。シフ、ご無事で何より。南の山間部に寺院の者数名とな。東の大砂漠に逃げた僧もおるが、はて生き延びておるかどうか。南部も近頃軍人どもの動きが慌ただしくなってきてな。とばっちりを受けぬうちに東に逃げてきたらお前の話を聞いた。国家錬金術師を殺して回ってるそうだな。確かに我らの村を焼き滅ぼしたのは国家錬金術師だ。恨みたい気持ちはわかる。だがお前のしていることは八つ当たりに近い復讐ではないか。復讐は新たな復讐の芽を育てる。そんな不毛な循環は早々に断ち切らねばいかんのだ。耐えねばならんのだよ。邪魔するぜ。本当にいたぜ、バッテン傷のイシュバール人だ。大怪我して動けねえ賞金首がいるってな、親切な人が教えてくれてよ。これで俺たちは大金持ち。なんだって。このスラムに仲間を売るような奴はいない。誰が。ヤキさんよ、情報ありがとな。約束通り、賞金は山分けだぜ。ヤキさん、あんた、落ちぶれて行く当てのないあんたをここのみんなは家族のように受け入れてくれたじゃないか。うるさい、敗北者どもめ。私は、お前たちは違う。賞金の分け前をもとにまたのし上がってやるのだ。俺がここにいては迷惑になるようだ。おっちゃん。やってやる。滅ぶべし。おりゃ。
やってみよう。行け。もう終わり？かわいい人ね。私に任せて。うりゃ！こうだ！なんだってんだ。遅いと言ったはずだ。ふっ、遅い。行け。悪いな。それ。遅い！ここでペルソナだ！こうだ！あれれれれ？やってやる！なんだって？コツがあるの。
べていい？まったく。破壊させてもらう。行け。こりゃ。やってみよう。行け。もう終わり？まったく。ぬりゃ。こうだ。やってやる。悪いな。それ。おらが。おらが。おらが。かわいい人ね。まったく。みんなで思いっきり楽しみましょう。
りゃ確実にこうだ。悪いな。それ。おらよ。おらよ。遅いと言ったはずだ。ふっ、遅い。破壊させてもらう。ここでペルソナだ。こうだ。やってやる。悪いな。おらよ。ふっ、遅い。まったく。おらよ。滅ぶべし。私に任せて。この野郎。もう終わり？やってみよう。行け。おらよ。
ふっ遅い。おらよ。させてもらう。行くわよ。うりゃ。確実に。こうだ。本当に愚かで弱い悲しい生き物ね。みんなで思いっきり楽しみましょう。かわいい人ね。コツがあるの。おらよ。悪いな。それ。遅いと言ったはずだ。
行け。おらよ。どんな手を使ってでも俺は真の王になる。まったく。神に祈る魔をやろう。何が神だ、ナモン。クルド、おい、俺が悪かった。助けてくれ。俺はそっちのちょびひげにそそのかされて。なあ、行くのか。兄が悲しむぞ。もう後戻りはできぬのです。